ですね。まあ、かっこよく登場したんですけど、見てわかる通り、当て逃げ被害に遭いました。でですね、こちら完全にミラーが落ちて、電動コードがつながっている状態ですね。はい、で今これを補強したところなんですけど、さらにゴールデンウィークに入ってしまって修理工場がやっていないので、今、安全に走れるようにこうやってます。でですね、どのように補強したのかというとですね、基本的にこのガムテープですね、これです。布テープですね。ツルツルしてるやつ実は多分ダメですね。でこれをですね、基本的にこのミラーは重いんで、下を通すように何重にもしてですね、はい、でこの、実践してみるとね、まずこの辺に1個入れますね。これをこうしてこれを下を通して、ミラーがどうしてもこうやって落っこってくるんで、引っ張り上げるようにこう上に上げて、それを中で止め込む。でここで中を映してもらえれば、そうこの中をでこれで中まで止め込んで、こうグイって上にこういうものを、重いものを上げるようにする。でさらにこの下上真ん中を全体的にこう全部折り込んで引っ張り上げるという方法で、ミラーを固定しています。はい、で唯一の難点なんですが、見ての通りフロントの、窓が全く開きません。開けるということはうるさいわでこっちのマットは完全にはもう開かないので、窓を開けるということは、ミラーを落としてしまうことになってしまうので、もし駐車場とかで駐車券を取る場合、前を通過してこういうふうに取っていくっていう、高速は乗れませんからね、こういう感じですね。前必ずドアを開けて動作をするっていう感じです。はい、いやー参りましたね。なんで、でもこれ危ないんでね、すぐにね直しに行くように、して。走ってますけれども、意外と走れてはねいるんだけど、勘弁してほしいよな、本当によ。ちょっと後ろ取って、うん、そうそう、こういう感じでね走ってるんですけど、今運転中なんで、ね、人に撮ってもらってるんですけど、うん、そうそう、こういう感じでね。はい、ですね、雨がこのガムテープでですね、補強した、この最強の補強をですね、ちょっと暗雲をね、立ち込ませているんですけれども、意外と大丈夫そうなんですよね。これでちょっと走ったんですけど、雨でも、ちょっと危なくなってきたかな。でも大丈夫かな。はい。怖いな、ちょっと。補修が必要でしょうね、ちょっとね。でも、一応メインはここなんで、多分大丈夫そうですね。メインはね、ここなんで意外と大丈夫そうなんですけど、気をつけないとね、走行中に落ちることがあったら困るんでね。うん、ふらふらしてないんで大丈夫そうですね、今のところは。でもこれ怖いな、ここがな、怖いよな。これ最強の補修にも結構ね、雨は怖いですね。うん。